でお腹空いてなんか食べたいのにね、全然食べ物屋がね開いてない。とりあえずぼちぼち頑張って探すぜ。探すって食べるで、お腹空いたぜ。彼はホットドッグを買いに行きました。やっぱ一人は寂しいですね。でせっかくさ、こう一番こうピアスが可愛く見えるような髪型なのに、ピアスを忘れたよ私は。半死。あのこのディズニーランドでカメラに向かって一人で喋ってんのもめっちゃ悲しい。早く合流しよう。すごい。あ、そういう感じなんだね。奥はソーセージが出てるわけじゃないのに。そう、お肉でかいんじゃないのかな。もう一個お肉。肉。友達とシー来た時もこの犬の耳をつけながらこのお肉を食べた気がする。確かに肉似合うって言われてたもんね。肉だけは似合う女でしたからね。そう、よく覚えてるじゃん、うん、いただきます。ディズニーのお肉でこれが一番好き。ドッグも食べてみて。あ、うまっ、うん、ソーセージうまっ。なんかあっさりめソーセージだね、うん、あ、ガーリックバジル、うん、おいしい。あ、うまっ。そう、うまい。美味しい。幸せや。うまブラックペッパーグリーン。しょうもない。やっぱそれ濃いよね。濃い。なんで濃いんだっけ。何かかってんだろう。ペッパーケーブン。はい、ペッパーケーブン。知ってる？知ってたか。ピンクレディーでしょ。ピンクレディーのブラックペッパーって曲でしょ。ちょい、だったらブラックペッパーに。何って題名の曲は、分かんない。グラブラペッパーケーブ、何それ。ペッパー警部、警部ってあの警察官の警部。あ、そうなの。あれペッパー、だからペッパー警察官なんですよ。なるほど、俺ヘブンだと思ってたずっと。だからか、ペッパーヘブンやばくない。胡椒のヘブン、胡椒天国。胡椒、お胡椒、お胡椒、おーって胡椒を食べると、喉が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 イガイガするよ。ご飯、パンも美味しいけし、ソーセージの味もちょうどいい。ホンダ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 。ちょうどいいホンダっていうんだ。ボケが薄れて収集しきれんわ。じゃあ、これ行くだ、行くだ、行くだ。なんだそれだけかよ。いけたじゃねえかじゃあ。恥ずかしい。
何でそんなしかめっ面するんだよ。マジでしょ。ダメだ。ちょっと繊維喪失してる俺のやつに。あー、そうなんですか。だって檻から出てこないんだこいつ。やっぱオーラあるんですね。そう、オーラがやっぱりこうやって隠したとゆえ出ちゃうオーラ。あ感じ取っちゃったのかな多分。あ、そういうことですね。見てこの顔、怖いよって顔してるやつ。ほらすごい目開いてないもんだって俺。触らせてねえよこいつ。あ、すみません、今のシーンちょっとどうでした？なんかちょっとキスシーンがちょっとあんまりうまくできないんですけど、話ならキスの方法とかって教えてもらってもエロスが足りん、エロスが。エロスが足りん。じゃどうやったらエロスができますって言ってもっとね、あんなあっさりしたもんじゃないんですよ。心底から湧き出てくる愛が俳優たちに見えねえ。はい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 。なんか違うとこ映してない、ね、どこ映してないの。乗った。なんだこれ。これ。レッツゴー。ほら早走らんかこの。あ、来るぞ。来い。来天王国へよ。ゆっくり食べて、写真撮って、歩いて、座って。この後は優雅にゴンドラ乗ってくるよ。で、ゴンドラ？違うよ。クルージュ、船。船乗るよ。船とゴンドラばっか間違えるやん、さっきから。これすごい怒られるの。じゃ船もゴンドラも変わらんやん。だってゴンドラはゴンドラでアクションじゃねえや。アクション。じゃあ俺は真剣に言っているんだ。まあ、何餌付けするね。餌付けするね。あ、美味しい美味しいとハッピーになるから。美味しい。初めて船に乗ります。船。こういうまったりしたの好きなんだよね。バーンってやるのより。優雅に行きましょう。優雅に行きましょう。じゃない。どういう感じ？どこ行くんだろう。ね、気持ちいい。暖かいよね。暖かくない。色鮮やかに非常に姿を見せている。さっき乗ったやつだ。ね。楽しい。優雅だね。なんかね。中でも見るとなかなかないもんね。あるんだろうと思ったの。あ。めっちゃ手振ってくれるみんな。みんな手振ってくれる。意外とお姉さんたちが手振ってくれる。ね、やってくれた、みんな手を振ってくれた。キャストさんだ。半周で終わりらしいね。半周で終わりなんだね。じゃあ分かった。移動手段としても使えるとこだったわね。ね、本当オレンジだ。オレンジチュロスと重いの、めっちゃ寿司ロールが。寿司ロールを買います。本当だ、重くない。なんか中に何か入ってる。すごっ。これ重たいな。これ絶対重いぞ。これ食べたら終わるぞ。結局デザート探しの旅出たのにね、なんかスイーツ屋さんが全然運営してなくてね。ね、なんかワゴンが全然やってないから。そう、なんかとりあえずブラブラ歩いたら見つけた。あ、そういうこと。わかんない。そういうことじゃ伝わらん。あ、あったね。だから私はエビが入っててチキンカツが半々で入ってるかと思ったら一緒に入ってる。ああ、なんかね、食べてみてほしい。あの、美味しいんだけどこれはね言い表せません。なんかちらし寿司と
そのエビカツを一緒に食べてる時のなんか本当にそんな感じだから、そんな感じ、なんかちらし寿司の上にカツ乗っちゃう、なんかそう一緒に食べたら落としちゃって一緒に食べちゃったみたいなね。なんかまずかないけど感動するほどの美味しいではない。酢がちょっとねロールだから、まあ酢なのはそうなんだけど、するやんうちらって。でもお、うん、お、うん、オレンジチュース、こっちのが結構心配なんだけど、うん、俺も美味しいと思う。オレンジチュースだもんね。なんかそう気になるから買おうって言って買ったけど、すっごい落ちた。ガリガリ言ってる。あ、思ったよりオレンジ。嘘、香りがめっちゃオレンジ。なんかうん、ほんま、ね、あの10円のオレンジガム、あのガチャガチャ出てくる香りがすっごいオレンジ、うん。でもやっぱシナモンのが好きかな、うん、でもまあまずくないし、ない別に食べれる全然。お酒飲んでても、やばくない？やば。きったね。やば。やば。まずくはない。あ、そう、どっちも、まあ、ごめん、なんか本当になんか他のが美味しいからめっちゃいいリアクション出して、こっちが微妙だからまずそうに見えるけど、別にまずくはない。微妙って言っちゃダメで、まあ 微妙に見えるけど。そうだね。見えるけど。じゃあね、食べ進めていきます。はい。見て、この夕方から夜にかけて怒涛のアトラクションラッシュが来ます。来ます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 、すごいね。これいかがですか、寿司ロール。寿司図っていうんですかね、それがあのなんかちょっとまあアンマッチと言いますか、ちょっと相性の良くない感じが出てくるんですけど、もうまあボイチボイチという感じでしょうかね。はい、おでこったかも、レフ板にね、スタンバイパスで乗れるアトラクションが少ない、かつあのシーってそもそもちっちゃい暇つぶしアトラクションがちょっと少なめなので、わしら暇、うん、今暇どうしようかってずっと ね今ね30分ぐらいずっと悩んでね相談してて、なんだろう、リラックスチルしちゃってるもん、ね、そう、もうチルしてるもん、あったかいし日向ぼっこしてるだけになってる ねお腹いっぱいだから、あんまもうこれ以上食べるとかもないしね。そうそうそう、まあぼちぼちなんか暇つぶししつつなんかいろいろやりますわ。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 そわ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 。乗ってないけどセンターオブジャース。そうだね。乗ってないけど。乗ってないけど。ここね結構穴場よ。写真撮るにはね全然人いないもんね。くる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 。ちなみにねあのねこの辺めっちゃ漏れる。あの背景関係ないならこの辺はめっちゃ漏れるよ。なんかねこの時間帯かもしれないけど手長い人に持ってもらって、これがいい感じです。やっとのやっとジェットコースター、ね、今日初ジェットコースター4時半にして初ジェットコースター、だげー。あ、でもここからね、楽しいアトラクションなしだから、そう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 、楽しみましょうじゃないの。ここからテンション上げていかないといけないから、ね、そう、もうさ、テンション上がるのない、なんかもう日落ちてきちゃってさ、そうこれめっちゃ楽しいから、楽しいの、楽しい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 ね、楽しいね。レンジングスピリッツいかがでしたか。なんか怖かったけどちょうどよかった。え、ちょうどいいよね、私あれめっちゃ、この後はソアリンだよ。わしゃ1回目じゃん。そう、こやつが1回目なのでね、まずソアリンというものがアトラクションというものを知らなかった。それキャラクターみたいな、ね、そうそうそう、ソアリン、ミッキーミニーソアリン、そう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 、なんかホフホフのダッフィーに似たりやつみたいな似たりやつ似たりやつソアリン行きまーす。そうなの、うん、そんなに、うん、じゃんけんパー、じゃんけんパー、じゃんけんぽい僕がパーか噛んださよなら下から掘ってるとめっちゃホラーじゃない。どうです。すげえ感動した。なんかあれすごいね。すごいでしょ。うん。あれは本当に人気になる理由がわかるわ。そう。
金がかかっとるわ、あれは絶対。なんか怖いとか楽しいとかじゃなくて感動。感動する。あの。ここだ、多分。ここは何？さっきの。チュロス。お、行こう。チュロスをついに発見したので、チュロスを食らい。食べていくぞ。ぜー。イエーイ。シナモンチュロス、ゲッツ。ゲッツ。これはもうね、味とか話すことないからね。前回喋ってる。ボロボロのボロだよ。もうオレンジじゃなくてこれです。ごめんだけどオレンジじゃない、あ、違いなくこれ安定チョコでもなくオレンジでもなく絶対これ、これ食べてポイマに乗ってちょっと早めに帰ろうかって話をしてたので、ビデオはどうせ明日も仕事だから帰ろうかって感じなので早めタイさんに、タイさんになりますね。やっやっやっだってとうとうとう上がってる上がってる上がった。ついにラストアトラクション、トイストーリーマニー、トイマニーです。最後に最後に一発本気出して帰りましょうか、帰りましょうか。ギリ勝った、勝てました。5000点ぐらい、5000点か、5000点勝ってから勝ちました。遠い間にはギリ勝ちました。ギリ負けてしまいましたね。あれも攻略だったからね。あともうちょっとだった ね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。そしてお付き合いいただきありがとうございました。楽しかったね。楽しかった。ランドとは違ってね、うん、楽しかった、うん。あなたの推しはどっちですか？うん、俺はなんかランドかな。ランド。なんかゆったりしたい人は C がいいけど、うん、なんかちゃんと遊びたいならランドって感じ。うん、もう今のところうちら次のデート、遠出とかのデートの予定が立ってないから ね。ちょっと次どこになるのかとかいつになるのかとかがちょっと分かんなくて寂しいんですが。うん、ですか。寂しいです。まあ、どっか行こう。どっか、まあ行ったらまた撮影して Vlog 上げたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイチャバイバイバイチャバイチャチャバイバイチャおー